こちら。さあ、こんにちは、かおくです。今日お社の方いらっしゃいましたということでやっていきましょうか。まずはミラクルフィーのヒューでバーダック HP 回復の21号で受け流し、まずは英雄悟空でいただき優勝いただき悟空のワンアクション HP 回復で頑張っていきます。受け流し、これこそ本当の受け流しと。さあ今回は受け流しメインのデッキだけど、先ほども言ったように HP を回復して受け流していくって感じですかね。久しぶりにごハンクス見ないと UR の21号この21号は HP 回復してくれるんで、あと気力も回復してくれます。あとチャージは負けたくないんで、いただき悟空、優勝いただき悟空のミラクルフィンのヒュー、ヒーロー連携のヒュー使っていこうかなと。まあ気力妨害もいるんでね、あのいただき悟空強いですね。どれぐらい耐えられるか、相手はあのサイヤ女なんで、まあそうですね、極限無効のペジットは絶対入れてくると思ってるんで、そうなってくると本当はパワーダウン入れた方がいいんですけどねって感じですかね。 HP 2万5000アプリ2ラウンド、OK、多分3ラウンドに打ってきますね。相手も防御そんなないから、あのバリアベジットがよくわかんないけど、まあ全出しか、まあそうですね、先行取ってくるんでしょうね。まあしょうがないですね。ただ気力ダウンのチャージも早くできるのはちょっと美味しい。オッケー、あ、バーだけでも忘れてた、チャージ戻っちゃうじゃん。あのベジットあれっすね、なんだっけ、なんかのシークレット、今高騰中、ちょっとタイムリーに動画アップできるかわかんないけど今高騰中。さあ行きましょう。めんどくせえあ、そういうことね、エリート入っちゃったね。OK、 エリートに入るというね。 BS は？ BS エリート入るんだ。まあそっか、アビリティ効果か。これは食らっちゃったな。ただ7000は回復するけど、どうだろうな。ちょっとエリート出すのやめたっていいから。まあでしょうね。ただ7000制限しちゃうから、こっちも次で決めに行きます。やべ、開いちゃった。いやー、やっちまった。復活決めまーす次のラウンドのアビリティ発動がロックされてしまった。さあ行きましょうか。気絶してくんねえかと。 OK、ミラクルラッキー、どうでしょう。上手。オッケー、バーだけ気絶しろ。オッケー、そっちか、バーだけ以外。バーダックに入ってくれたら惜しかったんだけどな。
OK。7000宣言します。クイックで。まあでしょうね。さあ行きましょうか。これで金を押せれば最高なんです。今日再現押せないですよね。 OK。 おいしい。さあクイックトレイヤーパワーダクションね。なればでもなんとかなるな。1万5000か。頑張ろう。オッケー、クイック取れた。これでどうだ。さあ、あとは決めれるかだな。あ、何戦出なかったか、ラッキー。そうなのね。あ、そっか、トルネアも決まってるからか。さあ、行きましょう。とりあえず、相手にはミラクル出ないから。さあ行きましょうか。 OK。 いい攻撃だ。ブーストゲージが増えたぞ。さあ覚悟しろ。パワーダークスで決めれっかな。ちょっと不安になってきた。OK。 黄色気絶に飛んでもいいよ。 OK。 さあ行きましょうか。まあ行っちゃったけどいいでしょう。ブーストゲージが2つ減ってしまった。OK、 いただき航空。ちょっと遅すぎ、こんな遅いのチャージ。まあいいでしょう。ドローやります。一応先行取ってるんで復活もないと思うんで、そのまま宇宙までぶっ飛ばすんだ。ぶっ飛べー。ということで、さあ最後までご視聴ありがとうございました。今の環境、いつも3ラウンドのアプリしてるんですけど、やっぱ2ラウンドアプリにして、2ラウンドに決めるっていうデッキの方が強いのかもしれないですね。ちょっと今回耐久でボハンクス未来と21号使ってみて耐久していこうと思ったんですけど、2でアプリにして2で決めに行こうって決めたのが良かったのかもしれないですね。残りね12段あれば2キル目指していこうかなという感じで、お願いします。カオクでした。